トレーニング直後とかにね、おすすめです。はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日もサプリメントのね、紹介をしたいと思います。それがこちら、ハレオのハイパーリロードというね、サプリメントです。プロテインとしてまあ使うことが主なんですけれども、何が普通のプロテインと違うかっていうと、一番大きなところ、ここちょっと見てください。見えるかな、マルトデギストリンって書いてあるんですね。ピントが合わないかな。はい。で、マルトデギストリンって何かっていうと炭水化物です。で、炭水化物って結構悪者扱いされることが最近多いんですけど、まあ炭水化物ってエネルギー源で、タンパク質と一緒に摂るとね、吸収が早くなるので、これは、ここに、ワークアウト後の回復と体づくりの、ためのプロテインというふうに書いてあるので、トレーニング直後とかにね、おすすめです。あと僕がおすすめしたいのは、夕食が少し、遅くなってしまいそうで、今からしっかり食べるのはちょっとなっていう時に、これを取ってもらえると、まあ、食事代わりにいいのかななんて思います。まあ、あとはグルタミンとか、L カルニチンとか、まあ、その辺も入ってるので、まあ、回復に非常にいいので、例えば試合の前、結構練習がハードで疲れちゃった時とかも、重宝できるんじゃないかなと思います。で、オレンジレモンっていう味なんですけど、溶いてみると、ちょっと赤っぽい、オレンジっぽい色かな。になります。で、味は僕はそんなにね、美味しいっていう感じではないですけど、まあそんなにすっごい癖あるって感じではないです。ただちょっとダマが残るんで、それを何回かね、こう水で溶いてやり直さなきゃいけないかなっていう部分もあるんですけど、まあそんなにすっごい癖があってドロドロで飲みにくいとかっていうわけじゃないので、まあ回復必要な人はぜひ選んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、本日はハレオハイパーリロードの紹介でした。回復系のサプリメント気になっている方はぜひ選んでみてください。僕の他のチャンネルと、SNS のリンクも動画概要欄に載せておきますので、ぜひご覧いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。